風光明媚な自然と独自の文化で多くの美術家を魅了したフランスブルターニュ地方、その魅力に迫ります。ブルターニュ地方は大西洋に面したフランス北西部のブルターニュ半島一帯を指します。ブルターニュは4世紀から7世紀にかけて現在のイギリスにあたるブリテン島から移住してきた人々によって独自の文化が築かれました。フランスの公募展サロンに集った画家たちは、例えば荒々しい波や広大な大地をドラマチックに、さらに巨大な画面によって描き出そうとしました。ブルターニュの荒々しい地域に住んでいた人々を、画家たちはその地域に根付いていたキリスト教の信心深さと重ね合わせてつつましく描こうとしました。そういった見た人々に様々な感情を湧き起こさせる、そんな表現方法はロマン主義と呼ばれました。ブルターニュという場所が掻き立てた画家たちの好奇心をぜひ皆様にも感じ取ってもらいたいです。ブルターニュの婚礼は、生涯にわたってブルターニュ地方の日常を描き続けたアドルフ・ルルーの代表作。こちらはブルターニュ地方の西部に位置する町、ポン・ラヴェ近郊の一家を描いた作品です。この夏、フランスの美術家たちが巡った旅を福島で。